ラユットのマサヤです。どうもーイーストプレートのノリオです。いや、ノリオさんもテンションが上がってきたっすね。上がってきました。いや、もうオーバーオールもすげかったっすね。いや、なんかもうほんまノリオさんのオーバーオールに対するあの愛がもうあのディティールの細かさで伝わってきましたもん。伝わってきましたか。次はノリオさんはスウェットも好きということで。そう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 、ドンと。もうちょっとしょっぱな、もうあの、はよせいやって空気があると思うんで、行かさせてもらおうと思います。はい、ドーン。またでけー、出たー。後ずっすねー。後ずです。松岡さんの時にも出ておいたチャンピオンのやつですか、これ。そう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 。タグはタグはこれちょっとないやつになるかな。はい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 、うん、で、ダブルフェイス、ね、ダブルフェイスの、ここがセパレートになってるっていうので、まあ、チャンピオンってちょっと判明したりはするんで。へえ。で、この NAAA と。そうです、海軍学校の。はいはい、もうネイビーアカデミー的な。そう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 。はい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 。へえ。で、カプセルの3段プリントになります。いやー、で、サイズも松岡さんの一緒で、布団みたいなやつですね。布団、これは松岡さんの。例えばノリオさんも、布団よく着るんですか。よく着ますから。よく着て、よく汚れたりとか。まあ、確かに、ちょっと汚れてはますけど、まあ、ね、ノリオさんは、ボロ系も好きということで。そう、やっぱり。まあ、そうやってね、着るから、良さもわかるし。そうですね。いや、もうしょっぱなからまた後付けて、で、これもしかしてこれなんか見た感じ全部後付けなんじゃねえのって感じするんですけど、次行っちゃいましょうか。行っちゃいますか。これはもうノリオさんといえばチーピンのノリオって岡山であるチーピン初めて言われましたけど、僕だけえ、なんか買うなってすげえ思うとか。 それはね、やっぱあるわ。ちょっとノリオさん広げて。じゃあ行きますよ。うわ、何行きますよ。サッカーボールで面白い。いや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 、後付けなんです。後付け、はい、ナイロンです。これナイロンの、これは1960年代ぐらいの。60年代。逆にあんまり見ることが本当にない。後付けよりも見ないかも。確かに、うん、僕ぶっちゃけこれ見た瞬間笑っちゃいます。何これみたいな。フリックないんかなって思われるような感じなんやけどねえ、うん、からこういうのもあって、で、まあほんまこう黄色と黒というベストなツートンでありますね。そうそう、ツートンになってて、で、なんかね、ハイネックみたいな、ハイネックになっておいてっていう。で、ステッチがサッカーボールみたいな、うん、へえ。逆にまあ見ないとか。うん、これはでも僕も初めてこのノリオさんのを見て存在に、うん、初めて知った。あ、そんな感じだよね。ですね。だからもう昔買ったんですか。そうそう、これはもう昔に買っとって、自分もたまたまなんかで一回見て、あ、見とった、ね、そうそう、見て、こんなんあるんやってやっぱ自分もなって、はいはいはい、これはいつかやっぱ所有したいなって、はい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 、そう、手に入れた1枚かな。でももう古いさっきのチャンピオンみたいな後付け探すのももちろんないんですけど、うん、これもないっすね。ないと思う。これもそんなに見ることはないかな。でまたこう後輩色でね。そう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 。好き好きはね、これはやっぱあると思うけど、うん、やっぱまあ自分とかはこういうの見てやっぱまた古着の面白さがやっぱり伝わるのかなって思ったりはするんやけど。いいですね、うん、で、これとか見たことないと思うんで、タグとかもまたちょっとアップで載せとくんでね、また見てみてください。こんなタグがつくっていうのは勉強になると思うんで、はい、次いっちゃいましょうか。いやー、ノリオさんはほんま一癖あるな。やっぱ癖がね、ないと最高っすね、これはもう。じゃあ次が、これがちょっと無地のタイプ、ドラコケかと思いきや、で、ダブルフェイス、ダブルフェイスで、なんとやっぱこれはやっぱ、うわおー、見てください。ちょっとステンシルプリントなんで若干の薄れがね、ちょっと見えにくいけどね、見えにくいかもしれないです、また、で、GCHS36 と。これは軍物なんですか。何の番号だよ。これはちょっと自分もまだ分かってないんだけど、はいはい、まあけどね、こんなのって今も本当見ることもないし、はい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 、昔に買ったもんやし、
いいですね、うん、かっこいいよね、やっぱ背中でね、またこう語れるのがまた、はい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 、古着の醍醐味かなっていう。確かに、うん、でも語り方もね、あのステンシルでまたかっこいいですね。いや、めちゃめちゃあるっすね。またじゃあ次は、あの最後はこちらで、あら、行きましょうか。お願いします。あー、すごい、出たー、また後付けの、これはあのリバースウィーブ、そうそう、リバースウィーブになってる後付けパーカー、タキタグですね。そう、タキタグの一応多分これが最後になるのかなとちょっと思ってた。まあ60年代ぐらいの生地はもうほんと、タキタグの生地で後付け仕様になっていて、うん、なかなか見ないですね。これは逆に見たことないかなっていうか、最初のね、ダブルフェイスのやつとかよりは多分見ないし、はいはい、でもあのさっきのダブルフェイスのチャンピオンってこう、うん、丸みを帯びたんですけど、やっぱリバースになってこうシェイプな感じ、ね、そうだね、なんかここはやっぱ細くなってねえ、うん、これよく着るんですか。これだけでやっぱよく着る、着やすいなと思うし、ね、まあ、今のね、このちょっと旬な、はい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 、ちょっと流行りに乗っかっとるところも、うわー、いいのお待ちですね。いやいや、ちょっとスウェット編はまだまだあるんで、次行っちゃいましょうか。ぜひぜひ行きましょう。はいっす。おう、はい、次はあののりおさん、新しい90年代のそうです、デマプリントがこれ、あの USAFA と、いいですね、ね、今旬のやつですね。ね、高いっすよね、この辺も。これは何年代のやつですか。これは1990年代、90年代、うん、新しい刺繍だな、刺繍だな、うん、サイズはこれは XL です。おぉ、ゴールデンじゃないですか。そうなんですよ。で、これ90年代と80年代って何か違ったりするんですか。これが80年代だとつながるっていうか、ビクトリーの V になって、90年代だとこのちょっと離れるっていう作りになるから、まあ後ろでだからもう分かったりもまたこれはできる、タグ見ずに、うん、へえ、いやー、のりおさん詳しいですね、新しいリバースも。いえいえ、古着屋なんで。うわ、さすが、僕は知りませんでしたいやいや、もう古着屋なんですけど、僕もありゃりゃ。で、次が、オハイオステイト、もうのりおさんが何回行ったみたいなね。オハイオはね、やっぱ好きなところやから、ね、のりおさんといえば、デトロイトについてすぐね、あのクリーブランドのオハイオステイトの街にすぐに行くっていうねえ、そう、これはちょっとリブからして、生地感からして、タグは単色ですね。おー、単色タグ、はい、あの松岡さんもオレンジレアだったり、いや、ほんまにレアだったですよね、うん、またオハイオってあのグレーに赤のプリントが多い、ね、そうそうそう、うん、ねえ、オレンジのラバープリント、そうそう、逆に珍しいね、色合いだと思うから、ね、うん、またそういうところに惹かれるポイント、はい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 、から、うん、リバースポンポンって行かさせてもらったんですけど、次はじゃあこちら、ね、おお、これはもう出たー、スーさんの両 V と、そうですね、でステンシル、うわー、このプリントとかのりおさん軍物だと思うんだよね、これは。セントラル、うん、はい、セントラルってそういうの、またね、自分が2っていう数字が結構好きで、あ、まあ、1ではなく、そうそうそう、はあ、はあはあ、うん、余計そこに惚れ込んで、そう、それがまたいいなって思って、じゃあまあ両 V ってことは 40s とか、これも40年代とかだと思うし、リブ長だし、長いっすね、うん、ここがグレーとちょっと変わって、オートミルっていう色で、うん、で、ここはまた一緒っていう、はい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 、うん、またね、そういうちょっとディティールが、ね、また可愛いですね。いやー、両 V なんか見ないですよね。しかもあの両 V って無地多いし、ね、うん、もうほぼ無地の方が、で、まあ、タグがついとけば逆にレアぐらいな、ね、感じで多分言われるけど、それタグも取れますよ、逆にタグがないっていう、いやいやいや、おい、ボスオブザロードが、あ、またブルドック好きなんだよ、ブルドック好きで買ってはないんですけどまあね、買うか買わないか、そうです、また、へえ、またプリントいいっすね、そう、やっぱね、このこれなんか、これもしや、あ、分かった、あら、ランちゃんですね、ランタグになります。年代は、まあ、60年代ぐらいだと、なるほど、60年代ぐらいのランちゃん、いいっすね、色もいいし、程度もいいし、これよく着るんですか。
俺はちょっとまたサイズの方にちょっと若者と似てきてるね。ノリオさん超えちゃったって言ってたいって。ちょっとサイズがね。サイズがね。また痩せて。またちょっと頑張りますから。なるほど。ちょっとここから初心に帰ろうと。これはちょっと大きめですね。これは今度は切れちゃいます。うわー。これはうわさのカラーフロッキーです。うわー。でまたインディアン。そう。すげーっすねー。またね、イリノイの。ね、ああはい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 っていうところもやっぱ自分も好きなところでもあるし、あもう場所も好きですし、なんといってもベースが黒、うわね、今どんどんもう値上がりしていて、ね、でも黒でカラーフロッキーってほんまにこう完璧なやつですね。ほんと見つからないね、まあ、昔からないもんね、うん、これですね。じゃあちょっとまだまだスウェット編あるんで次も期待してください。おう、はい、じゃあ次はちょっとノリオさん、これマニアックなんが、いやもうこれ山積みと、うん、これはあれっすね、いわゆるセタポケのジープパー。そう、なるほど。好きな人あんまいないかもしれんけど、全部フルジップでポケットがセパレート、そうそう、離れてるくっつかないってことですね、うん、普通はねくっついてるのが、はいはい、うん、でまた色違いで色鮮やかでお持ちですね。素晴らしい、もう変態なのりおさん、昔からでもセパックのジッパー界っていうイメージあるんで、けど好きやね、やっぱ好きな人でもよく聞きますね、うん、そう。でこれなんかディティールがチンディティールですね。わけわからない、セパポケでポケットがついてる、ここに、はい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 、袖付近、そう、何のために使うのかちょっとわからない、一回入れとったんでしょ、なんかね、入れたいなと思ったよね。じゃあ4つのポケット、4つのポケット、いや、ポケットどんだけ好きなんだと。これもまた面白いですね。いや、これで、で、これが結構僕、見といて、のりおさんも見とったんですけど、うん、でかいサイズ、でかい、もう、うん、レアサイズ、これは、でももう、うん、僕もほんま見ないっすけど、うん、ほんまちっちゃいっすよね、ほんとにちっちゃい、多分他のは多分ちっちゃかったりすると思うから、うん、はいはい、結構でかいし、リブも長めと、長め、素晴らしい、こうやってこう、なんかのりおさんがこうやっていっぱい持っとったりしたら、うん、めっちゃあるもんかと思うんですけど、全くないですもん、いや、ほんまにないね、ねえ、これちょっとのりおさんの、これもね、またこのポケットがやっぱり、はいはい、ちょっと今のと違うタイプで、これってやっぱ古いんですかね、これ古いと思う、へぇ、まあ古いのの理由としては、このまあジップとか見ても肩詰め、はいはいはい、肩詰め、ね、結構そのジップ界で言われるのはそういうのだったりとか、はい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 、でやっぱそうなってこのね、貼り付けっていうか、はいはいはい、なってるタイプの方が多分古いんじゃないかなとは、うん、やっぱ思う、それでね、やっぱこのステッチが入るというか、ここがね、こういうステッチ、はいはいはい、ロックかかってるのに、はいはい、こっちはロックじゃなくってそのまんま、はい、ね、やっぱ古いからこそまあそうなってるっていう、確かに未完成なね、感じが、そうやって言われたらすげえそんな気がしますね、本社が、そうそう、なるほど。じゃあちょっと次がもうちょっと2個同時にいっちゃうんですけど、これがいわゆるまた、まあ、これはちょっとすごい分かりにくいんですけど、うっすらツートンになってる、ね、そうですね、とグレーになってるんで、ね、でそれがもうはっきりしてますよね、そうですね、うわーいいですね。ピンクとね、赤ビンセでよくある、うん。はいはい、はい。だから紐がまたこの色になるからスリートーンみたいな。はい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 。逆にでちゃんとね、のりおさんのやつめちゃめちゃ紐残ってますね。そう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 。これは。うん、抜くんやけどね。なんかうん、やっぱ人それぞれこう同じスウェットでも好き嫌いがね。やっぱあるね。サフさんと松岡さんとのりおさんでは違って。ね、またみんな違って良さがあって素晴らしいパターンですけど、うん、まあのりおさんの私物またいかついんで、ちょっとスウェット編はこの辺にさせてもらって、いいねボタン、なんか気になることがあったらコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。